こんにちは、ゆめねこです。お久しぶりです。最近ちょっとね、他の趣味に夢中で YouTube やってなかったんですけど、まあ、アクアリウムのね、熱が冷めちゃったわけではなくて、まあ、冷めるどころかむしろアチアチなんすよ。今回はタイトルの通りアクア用品を爆買いしました。今日はちょっとその自慢、その紹介をしようかなと思います。興味ある方は見ていってください。それじゃあ早速紹介していきましょう。じゃあまず段ボールに入ってる細かいやつから紹介していきます。はい、1個目、スマート電源タップ、まあ、iPhone とかスマホでね、電源のオンオフを管理できる優れものです。お、やっと買いましたね。実はもう中開けてて使ってるんですけど、これはいいっすわ。まだちょっとガチでおすすめしたいんで、まあ、別途動画撮りたいなと思うレベルです。はい、2品目、ヒーターですね。日装さんの 300W のヒーターです。このアクア用品のヒーター、まあ、あんま詳しくないんですけど、まあ、結構消耗品なイメージありますね。まあ、だからこういう風なそのサーモとヒーターセットになってるやつがおすすめです。でメーカーさんの方でもね、2シーズンで交換推奨されてるんで、まあ、ヒーターはまあそもそも定期的に交換して使うもんなのかなと思います。まあ、なんでこのサーモとセットになってるやつだと、このヒーターだけ交換していけば使えるんで、安上がりでおすすめです。まあ、初期投資として少し高いですけどね。はい、これは水中ポンプっすね。これはリピートです。ちょっと使ってたやつなんか調子悪いんで新しく買いました。エーハイムさんのポンプなんですけど、まあ、小さいんですけど結構パワフルでね、使いやすいです。まあ、これはマットですね。これはもう何の変哲もない90センチ用のマットです。よいしょ。はい、ソイル、これなんて読むんですかね。バルカミア、ちょっとわかんないですけど、これ見てくださいよ。ここ見ます？水替えの手間からあなたを解放する、解放してください。ぜひこれなんかね、水替えが必要ないソイルらしいんですよ。これはちょっと今回の関係ないって言ったらですけど、ちょっと別途検証で使おうと思います。これでね、立ち上げて水替えせずに実際立ち上げてみるんで、まあ、本当に僕を水替えから解放してくれるのか検証します。まあ、それはまた別の動画でやるんで、気になる方はぜひ見に来てください。はい、であと残ったのがこのロザイっすね。種類だけ言うと、これエハイムの純正のボールと、これ純正じゃないんですけど、まあ、安かったリング材と、なんか最近流行ってるこういう形状のやつ、これなんかいいらしいっすね。キャビティってやつです。これすごく性能がいいらしいですね。これロザイね、もう僕もこれ買うとき結局何がいいんかよくわからんまま買ったんですけど、もうこのアクア用品なんか一番なんかよくわかんなくないっすか。実際その高くておすすめですよみたいなのをよく見ますけど、まあ、本当かなっていうのは正直個人的に思ってて、まあ、金とスペースがね大量にあったら、まあ、各ロザイごとの立ち上げ検証とかやってね、まあ、どれが一番強いんか実際やってみたいところですね。まあ、ちょっと僕では無理なんで誰かやってほしいですね。そしたら細かいのはこんだけですかね。はい、でこのロ材を入れる、はい、こちらエーハイムクラシック2217ニュー、見てください。これよくないですか。70周年記念のグレーカラーっすよ。クソかっけえと思って買った。いや、あんまねちょっと言ったらダメなんかもしれないですけど、あの普通のエーハイムカラーあるじゃないですか、あの緑色のやつ、まあ、あれあんま好きじゃないんですよね。でも迷わずグレーにしました。おいいと思います。外部フィルターはねエーハイム一択らしいっすね。ちょっとエーハイムしか僕は使ったことないんで、他のやつ分かんないんで何とも言えないですけど、はい、こいつにさっき買ったロザイをぶち込みたいと思ってます。続いて、あ、重すぎる。はい、軽石とソイルです。ソイル今回リベラソイル使えます。これ 9×2 18リッター買ったんですけど、
足りるんすかね。足りない気がしてきたっすね。まあ、軽石いっぱい買ったんで、まあ、ソイルの使用は最小限に抑えられるのかなとは思ってます。まあ、それでもちょっと足りなさそうっすね。まあ、この辺はねちょっと様子見で買い足したりしていくかもしれないです。まだね草とかも買ってないんで、水草、まあ、ほんとその辺はいくらかかるんか未知数っすね。はい、じゃあクライマックスっすよ。今回の目玉商品、はい、チヒロズの WRBG2 スリム900 90センチ用の LED ライトです。いやー、これに関してはね欲しかったんですよ。これさ、あのよく見るカラフルな箱に入ってくると思ったんですけど、こんな段ボールなんですよね。本物っすよねこれ。あ、これまだ中入ってるパターン。ちょっと待ってくださいね。いや入ってないわ、まだ段ボールやし。段ボールインで直っすよ。あ、そうなん。あの虹色の箱、みんな画像上げてるから、僕もあの虹色の箱に入ってほしかったな。また今度開けますわ。このライトはねコスパ良きライトとしてすごい有名ですよね。まあ、流行りの RGB ライトですね。まあ、設置するの非常に楽しみです。まあ、これもね、まあ、動画撮れたら撮ろうと思ってます。はい、もうお分かりだと思うんですけど、今回90センチ水槽を作ろうと思ってます。まあ、そのための素材ですね。はい、忘れていませんよ、メインディッシュの登場です。いや、重すぎる。キューブガーデンの90センチです。美しすぎんか、これは。そして重すぎんか。これ90センチ以上の水槽は一人で設置するの危険っすね。今日僕一人しかいないんで、これ上に持ち上げられないっすわ。はい、これで一旦ね購入品出し切ったんですけど、今回購入した商品のお値段の合計がこちらになります。こちらをね YouTube で皆さんに動画見ていただき、いただいたありがたい広告収入で購入させていただきました。え、結構儲かってるなって。そうですね、僕 YouTube 始めて、まあ、約3年で、まあ、1年ぐらいでなんて言うんですか、収益が発生し始めたんですけど、その通算収益が現在約5万円です。5万円です。いやね、赤字に決まってるでしょ。いや、それでもまあ助かりますね。まあ僕のね動画見ていただいて得たお金なんで、まあ、これから先入る収益とかも全て動画に使っていこうかなって思います。いや、なんでね、ぜひ動画見てやってください。今回の、まあ、ライトとか、まあ、あと何やったっけ、あのスマート電源タップとか、水替えのいらないソイルとか、まあ、あの辺は別途動画作りたいなと思ってるんで、気になる人はぜひチャンネル登録して待っていただけると非常に嬉しいです。よろしくお願いします。あ、またね、この水槽の立ち上げ動画ももちろん動画にしていくんで、まあ、ぜひ見に来てください。はい、それじゃあご視聴ありがとうございました。また次の動画にも会いましょうね。バイバイ。